山田三郎1954年、山田三郎から1965年12月17日は、日本の法学者、法学博士、北旗会創立者。奈良県高市郡内村に、村長、山田平三郎の三男として生まれる。東京専門学校を経て、1896年、帝国大学法科大学卒業。同大学院修了。 その後東京帝国大学法科大学助教授につき、文部省外国留学生として、ドイツのハイデルベルク大学、フランスのソルボンヌ大学に3年間留学し、国際法を学ぶ。1901年7月19日帰国。東京帝国大学法科大学教授、京城帝国大学総長、東京帝国大学法学部長等歴任。文官高等試験上任委員。 法制局参事官、第14代日本学士委員長、第2大学士会理事長、日仏会館理事長。1943年12月から1947年5月まで、貴族院議員。1954年文化功労者。国際司法の権威で、日仏文化交流の貢献者として知られる。植民地法や外国人の法的地位の問題。 アメリカ・カリフォルニア州における日系人の土地所有権問題などで活発に発言。弟子筋に田中幸太郎らがいる。また、貴族院議員を務めていた時には、日本国憲法の作成にも関与し、最高裁判所裁判官国民審査の導入に尽くした人物としても知られる。妻しげ子は、伊豆にらの世襲大官、 江川英龍の孫で江川秀武の子。すなわち同じく東京帝国大学法学部教授で国際司法を専門とした江川秀文は義理の弟である。また、重子の妹の久子が辰野金吾の息子で東京帝国大学教授の辰野隆と結婚したため辰野隆とも親交があった。そのような経緯もあり、前述のホッケ回率に際しては、 江川秀武と、達の金吾の両方が、共同発起者として署名している。作家の夏目漱石とは、隣人同士だった時期があり、同じ東京帝国大学の出身ということもあって、仲が良く、漱石は電話を借りるため、山田の家に頻繁に出入りし、また妻の茂子は漱石に、文章の指導を受けていた。1916年、漱石は、茂子の依頼で、 前述の辰野の高と久子の披露宴に出た際に食べたピーナッツが原因で異潰瘍を再発しそのまま死亡した。学士会館建設に対する貢献からその1階ロビーには現在も胸像が飾られている。ありがとうございます。